はい、皆さんこんにちは、ちでございます。さてと、88のザナルシナリオ2ですね、やっていきたいと思います。前回に比べてですね、ある程度揃えてきました。ダガーでしょ、ダガーそのままかで、魔法をアップグレードしてきました。でパデットメール、もう今回はね、もうお金は問題ないんで、で防具は特に敵倒さなくていいんで、経験値だけ上げればいいんでね、ダメージだけ食らえばいいんで、防具はなるべくガンガン揃えていこうかなと思ってます。で今、そのレベルで買える一番いい装備は買いたいなと思ってますね。はい、であとはスモールシールド、これ本当はもうあれだね、もうかなり使えますね。であとレッドポーションで、今ね、ちょっと待ってくださいね。ダガーはしばらくそのままでいいかなと。でニードルはちょっと変えてですね、でパデットメール、でグローブからパラソニスモールシールドに変えて、ほぼほぼ前の状態ですね。レッドポーション21個しかありませんけど、であと次はですね、いやーもうね、厳しい、いいか。で、こうかな。やっぱ背中はダメだね。でも背中9しか食らわなかったね。でもこれ背中で経験値上がるのかね。背中全然経験値上がらない気がするんですけど、ダメージ変わらないから。ほら、全然変わんないでしょ。変わってる？ずっと2桁ついてるしね。ちょっとそんな気がしますね。よいしょ。ちょっとね、重複しちゃうんですけど、さっきの今までの分とね。重複しちゃうんですけど、もうね、今日は私何時間ザナドやってるだろう。なので、もういい加減、ちょっと収録終わらせなかったので、怖い怖い。最後に気をつけましょうか。収録にかかりました。ね、私の経験値が上がってんで、だいぶいいんじゃないかなと思ってますけどね。で、あとはね、まだ ABC ショップに行って、今1万5000あるでしょ。来る？お、来る。お、死ぬ。おお、危ねえ。今、経験値入った？危なかったね。64まで切ってるか。おそらく正面では食らわないんですよ、ダメージに。ほら。なので、横に向いたら食らうんですけど、横はね、経験値入るようなので、ちょっと入れときましょう。減ってきたね。ひょっとしてこれ、後ろ行ってる？今、後ろから。後ろのダメージあるかなと思っちゃった。30とか出てたもんね。後ろはどう見てもね、もう強くならないような感じがします。やってきた中でね。横はね、いけますけど、正面と横はね、こう見ててすごく楽しいんですけどね。やっぱりね、これ4メガなんで、筋力、むちゃくちゃ反応悪いですね。で、もう入力してるのに受け付けなくてゲームオーバーっていうのが何度かありました。はい、もういいでしょう。はい、ご苦労様ですと。でもだからもうね、宝箱もね、正直、あらら？宝箱もね、アンラッキーになってもね、あんまりショックにならなくなっちゃいましたね。もう、お金に問題がないので、どちらかというと経験ですね。装備に対する経験をなんとか。だからそれは別に戦闘中で逃げたところで入るんで、ちゃんとね。いいと思いますね。ただ宝箱は消えちゃうんでね。一回戦闘中に逃げちゃうと。これどこ？ジムズ来た？あ、来たね。いや違う、ABC だこれ。あ、違う、ジムズだ。あれあれれれれ？私何しに？あ、そうかそうかそうか。思い出した。いいか、これ行っちゃおうか。正面は食らわないね。サイドも食らわない。じゃあ、やっつけちゃおうか。実はトロールとやるのは初めてです。
トロールさんとねやり合うのは初めてですね。もう横からじゃ食らわないんで、まあ残りはね、ちょっとダガーも変え替えようかな。いやでもね、あんまり正直物理で攻撃すること少ないじゃないですか。だからいらないかなっていう気もしてますね。あ、実際、そう思ってますね。はい。いや、本当にあれからいろいろね、実は、もがいたんですよ。もがいてみたんですけど、やっぱファルコムさんすごいね。あ、いや、これはちょっと戦いたいね。向かってくるかなと思ったけど、そうでもないね。あ、横もダメか。横もダメだね。ダメージ与えてくれない敵はちょっと困った。困るね。おお。でこうかな。おお、後ろは背中はダメ。ちょっと買い替えたいね。だがね、あ、ちょっと待ってね。あら、あ、逆だ。音ちっちゃくなってんね。もうちょっと大きくしてもいいかなと思ってんですよ。これぐらいしてもいいんじゃない？これぐらいしてもいい気がするんですよ。ね、ザナド曲いいんでね。で、私何見たかったの？パデットメール、88まで来たんだね。で、相変わらず、シールドの方はね、30のままだもんね。だから、出来すぎたシールドなんだね。このレベルではね。あ、あれがすごいうるさい。開いた音がうるさいね。開いた音が若干うるさいんで。ごめんなさい。今こんなとこで。おお、後ろから来てるわ。ちょっとごめんなさい。今ね、ザナドって、戦闘中はフード減らないじゃないですか。それを利用して、ボリュームの調整してます。ちょっと私の方のね。こんなもんかな？で、こんなもんなのかな？はい、行きましょう。ちょっとね、この開けた時の音がうるさいと思うんですけど、あ、これも今ね、すでにあれなんですよ。ああ、音消えちゃうもんね。これも、フードが消費に入っちゃうんで。よし、まあいいや。まあね、フードもね、お金で買いやな。もうお金で解決できますわ、このゲーム。あ、テンプル来ちゃった。これがややこしいんですよね、結構。一分ぼーっとしちゃうとね。あ、ほんで今のか。これで行ったら帰ってくるんだよね、こっちにね。で、ABC ショップ行って、じゃあ次何すんのというと、あ、まあとりあえずヒーリング入れとこうか。こっちの方が単価安いですね。で、ショップでじゃあ何すんのというと、レッドポーション買っときましょうか。バイで、レッドポーションを5つ買っときましょう。で、ランプ。ランプを、4、5、6、7、8、9、10個買っときましょう。で、あとは全部キーかな。まだやるのっていう感じですけど、まだやりますよ。ああ、出ちゃうんですよね、これね。ああ、しまった、今度はね、押すの忘れちゃった。ですから、もうしばらく、私のあれにお付き合いください。転売じゃないわ、行商にね。これ以上早くね、キーを入力しちゃうとね、飛んじゃうんですよ。飛ぶというか、さっきのような感じになってね、出ちゃうんで。ポチ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 と。ただね、だいたいこれね、4倍で動かしたら、めちゃくちゃはかどります、行商は。ただ、たまに抜けるんで、で抜けて出たら、世の中、全体の、もうフィールドの速度も4倍になってるんで、敵と遭遇、敵の動きも4倍で遭遇して死んじゃいます。はい。それに気づいたんで、もうそういう行商をやれなくなりました。もう、カン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 って言って終わってしまいますからね。やっぱ4倍は早いわ。ねえ。
はい、一応これで門なしにまで行っておきましょうか。で、また鍵はね、たらふく持ってていいと思うんで、これで見てみましょう。あ、だが100超えたね。買い替えたいな。で、アイテムがランプが10個ね。鍵が168個持ってますね。まあ、こんな168個あったらいけるでしょう。だったらば、やっぱりね、ここにジムズショップ来ちゃうんでね。どうしよう、ちょっと待ってね。実はね、武器もね、買い替えたいなと。ここ武器、ショートソードまでしか売ってないかな。あ、ショートソードまでしか多分ないね。うん。買っちゃおっか。そうだね、さっきショートソード、プラス1かなんかを買って、いや、あるか。ちょっと待ってね。じゃあ、他のショップ見てみましょう。いや、多分ないんだよね。うん、ここみんな防具だったと思うんで。うん、そうだね。まあいいや。うん。もう、彼ら横からじゃダメージ与えれないんで。お、与えれる。お、与えれるわ。どうする？あ、そっちか。じゃあこれでちょっと与えてもらおう。これでちょっとね、経験値いただきましょう。いや、これほんと気持ちいいもんね。だんだん減っていくの。まあ、でかいダメージね。3桁のダメージとかもらってたら見てる余裕ないんですけど、2桁ぐらいのダメージもらってたらね。うん。あ、いい感じですね。また経験値いただきました。この目に見えるのがいいですね。ちょっと心配になってきちゃったんで、ちょっとごめんなさいね。ちょっとだけ、売らせてもらいます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3000あったら十分でしょう。3000あったらね、ここの他のショップで売ってなかったかな。あ、売ってないね。ショートソード600なんですけど、実はもっと600以下で買えるんで、カリスマが100なんで、あ、やっぱショートソード、あ、ここ安いわ、さらに。ここで買おう。うん。そうだね。あとヘルス入れて、で、ここで買いましょう。バイの、ショートソード、AS で、で、あ、入っちゃった。ごめんなさい。違う。で、イクイップのウェポン。で、ショートソード。これでちょっと弱くなってんですけど、まあ仕方がないと。さあ、これで冒険行きましょう。もう13分ですけどね。全部倒せたら倒す方がいいんですけどね。で、EI、ランプね。こうして入らないといけないんですよね。で、私、正面だけど、正面だったらダメージ食らわないんだよね。食らわないね。横出たら、あ、横も食らわないね。はい。はい、残りの2匹は、普通にやっつけましょう。お、弱いね。ショートソード。弱いわ。経験値いくらのもんでしょう。ショートソード、あ、まあちょっと上がってね、34ね。まあこれは弱いはずなんでね、がっつり。いや、レベル若いとフードが全然減らないんでね、それはそれでいいですよね。と思ったらいい時間になっちゃいましたね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。